アメリカシオニスト機構とは、アメリカ合衆国に存在する、中東のパレスチナにおける、シオニズム及び、シオニズム国家、イスラエルを支援する組織である。1897年創設。現在の代表者は、モートン・クレイン。アメリカにおける、最初のユダヤ人、ロビー団体であるとされる。今日、3万人ほどの構成員がいるとされる。イスラエルで発行された、 ゾアの記念切手この組織の源流は1896年創設のアメリカンシオニスト連盟にある。ゾアはパレスチナの地にユダヤ人の国を作るという目標を掲げて1897年に結成された。姉妹機構であるユダヤ人女性団体、ハダッサーや、後にイスラエル初代首相となるダビド・ベングリオン率いるポアレツヨン リトアニアで創設された修正シオニズム機構であるミズラヒなどと連携し、アメリカにおけるシオニズム運動で大きな役割を担う。2011年現在に至るまで、アメリカにおける有力なロビー団体として活動を続けている。2005年にイスラエルのアリエル・シャロン首相が発表したガザ、地区撤退計画に強行に反対するなど、パレスチナに対する姿勢は厳しい。また、 バラク・オバマが大統領に選出された際に中東特使に赴任したジョージ・ J ・ミッチェルを批判している。ありがとうございます。